プリンです。今回なんですけども、テニスの王子様コロシアムをシバドラパーティーで周回してきたので、パーティー紹介させていただきたいと思います。で、今回のダンジョンはですね、このダンジョン限定のキャラクターというか武器がですね3種類落ちますので、回る方も多いかと思います。で、とりあえず僕はねシバドラパーティーでやってきたので、紹介したいと思います。ダンジョン入ります。で、まず1回はですねシバドラ1匹変身させて、ずらしていくだけですね。変身というか進化か。で、今回のダンジョンはボスが3種類いて、まあ、それぞれねちょっとめんどくさいんですけど、特にね手塚が、非常にめんどくさくてですね、パーティー作るにも若干苦労したんですけども、まあ、その辺は後で手塚が出てきた時に説明できたらと思いますね。で、とりあえず2階ですね。2階はシバドラ2匹目使っていきます。手塚がですね、先にちょっと説明しちゃうと、なんだっけ、弱体化ドロップをね、たくさん作ってくるんですけど、弱体化ドロップって、まあ、強化ドロップよりも2個以上多いとダメージがねゼロになっちゃうんですよね。なんかそこがちょっとねめんどくさかったっていうところですね。まあ、それ以外は特にまあ大丈夫かなと思います。で、3回はですね、リンリンの武器を使って、で、最初に使ったシバドラ使ってずらしていきます。はい、次の階層で花火使いたいのでシバドラ1匹温存ですね。で、あとは、アトベは、まあ、3ターンはかかっちゃうけど、まあ、普通に倒せると。で、最後、雪村は一番当たりですね。なんで、ほんと、手塚だけちょっと注意が必要かなと思います。で、4回は残りのシバドラ使って、花火でずらしていくだけと。はい。で、今回のパーティーはですね、ちょっと HP とか火力とか非常にギリギリとなっていて、まあ、ちょっとね、代用とかしにくいかなと思うんですけど、ただ、シバドラパーティー自体はね、非常にたくさんあったので、まあ、ガラッとまでは変わらないか、キャラ 1,2 体と、まあ、アシスト変わるだけだと思うんですけど、まあ、他のパーティーとかもねありますので、ちょっと待って、ここはねダブル、Z ガンダム使ってシバドラですね。自分のボックスに似合ったねシバドラパーティーをぜひね見つけてもらえたらと思います。結構ね今回のパーティーというかダンジョン、火力とか立ち回りがね、めんどくさいところが多いので、まあ、そのままね使えるパーティーを探すのがいいかなと思いますね。自分で考えるとなんか微妙にちょっとめんどくさかったですね今回。はい。で、ここもシバドラ使ってずらすだけですね。無効貫通が継続しておりますので、ここはそのままシバドラで抜いていきます。はい。で、次、7階ですね。7階はシバドラ使ってずらすだけですね。あとあれかな、皆さんはこのテニプリガチャ引きましたでしょうか。僕はねまだ引くかどうか迷っていて、まあ新キャラね武器最高リアリティのキャラクターは、まあ、武器いいなっていうのもあるんですけど、他のキャラは正直なくてもいいかなっていう感じなので、まあ、引くかどうか非常に迷っておりますね。はい、ということで真田もね、真田は、あ、そうそう、非吸収してくるのでエンデバーについている属性吸収無効アレキサンダーですねを使って突破していきます。あとこのダンジョンね、今弱体化ドロップ振りやすくなっているんですけど、まあ、それもねちょっとめんどくさいので、まあ、基本的には大丈夫なんだけど、たまにね弱体化ドロップがなんか 2,3 個降ってきてしくじる時があるので、アレキサンダー武器をね2個使って泥鏡を埋めておりますね、2個ずつで。ここはシバドラですね。はい、金ちゃんはシバドラで倒します。そうなんですよ、なんか弱体化ドロップがね結構今回多いダンジョンだったので、その辺の対策がねなんかめんどくさいなと思いましたね。まあ、ただそんなにねたくさん周回しなくても10周ぐらい回ればいいダンジョンなので、まあ、ちょっとあれですかね。で、ここ越前龍馬、とりあえず僕は今ここずらして抜いちゃいますけども、越前龍馬がですね強化ドロップが1個あれば7コンボで抜けます。で、なければ10コンボ必要になるので、ちょっとね盤面よく見といてください。なければねちょっと上の方でコンボ組んであげる必要があるというところですね。はい。で、今回はアトベですね。アトベは3ターンかけて倒していきます。まず1ターン目は、ブンタ使ってシバドラですね。はい。まあまあ、アトベはですね、時間かかりますけども、まあかなり余裕なのでいいですね。はい。で、ここで、水ドロップたくさん作られますので、紙結び使ってシバドラです。で、ここはね、回復ドロップを消していってください。まあ、勝手に消えちゃうと思うんですけど、HP ね、回復しないと足りませんので、まあ、少しでもいいので、回復ドロップを消してください。はい。で、そんで半分になります。属性変わるので、あとは、普通にエンデバー打って倒すだけですね。まあ、シバドラでもいいんだけど。せっかくなんでエンデバー使って突破と。はい、こんな感じです。
で報酬がね、まあ、報酬それなりに美味しいですかね。ただ今精霊ガチャのコロシアムもやってるのでどっち回るかはまあ悩ましいところではあるんですけども、報酬は、こんな感じですね。はい、そしたらあとね、今なんだっけ、アトベが出たので手塚のパターンもねちょっと載せとこうと思います。雪村は簡単なのでまあカットで大丈夫だと思うんでね、手塚パターンを載せます。はい、やっと手塚来ました。ということで手塚のパターンなんですけども、手塚はですね、まず文太と芝ドラ使って半分削ります。はい、前の階層のねデバフを解除する役割もあるので、ここで1回文太を使っておきます。で半分削れますね。はい、でここね、なんかロックも振りやすくなってて非常にめんどくさいんですけども、はい、ここでマイナスドロップとか増えて、で基本はまず芝ドラですね。芝ドラ使って、あ間違えちゃった、ごめん紙結び使って芝ドラですね、間違えちゃったんだけどを使っていきます。で今回みたいにこうやって下にマイナスドロップが多いと積むんですよ。はい、積むんです。でもしプラスドロップがね全体的1,2,3,4,5,6、まあ今回プラスドロップ8個ぐらいあるかな。まあこういう状況であればエンデバー使って突破することができます。でもしマイナスドロップが多くてプラス明らかに多くて芝ドラ使って無理だなと思って、でもエンデバー使うのめんどくさいとか数えるのめんどくさいっていうのがあれば、今文太がこれスキルなくなってるんですけど、手塚がですね次のターンにリダフレのねヘイストしてくれるので、文太使っていくんですけど、サブはねなんだっけ、スキル遅延されてしまうので、真ん中の方にヒドロップを4個残しておいて、次のターンに文太使って全部つなげて突破っていうこともできます。ただ今回はねプラスドロップが多かったのでエンデバーで突破することができるっていう感じですね。伝わったでしょうか。まあ、詳しくは概要欄に書いておきます。はい、こんな感じで突破していきます。で一応最後ですね、雪村も載せておきましょうか。最後にね一応雪村パターンもやっておきましょうか。雪村はまず紙結び使います。覚醒向こう来てるので、で芝ドラですね。はい、雪村はねマジで一番楽。はい、これで半分削ります。でそうするとですね、コンボ吸収と盤面76にしてくるので、あとはコンボ決めるだけですね。まあ、ただ盤面76になればコンボドロップもあるし余裕ですね。まあ、芝ドラ使ってでコンボしていくだけと、まあ適当にして、まあこんなんで大丈夫かな。はい、ちょっと組みすぎちゃったぐらいですね。はい、こんな感じで雪村は抜けます。はい、ということでですね、今回は芝ドラパーティーでテニスの王子様、コロシアムやっていきました。よかったらですね、チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いいたします。それでは次の動画を楽しみにしていてください。バイバイ。